こんにちは、めいやです。今回ですね、またこのいつものっていうか、まあ、始まりの場所に来てるんですけど、まあ、なんで今日ここで撮影してるかっていうとですね、 YouTube に動画を投稿し始めて2年が経ったんですよね。まあ去年もですね1周年の動画を上げたんですけど、今年もですね、まあ、2周年の動画っていう形で、まあ、撮影に来てる感じです。そうですね、あの1年前は本当ですね、まだ、まあ、手探りっていうか、まあ、そのコンセプトとかを決めずにですね、もう適当に撮影した動画を上げてたんですけど、まあ、最近はだいぶですね、まあ、ジャンルも絞り込んでやれてるんじゃないかなって。本当はですね、まあ、YouTube ってですね、まあ、一つのジャンルに絞り込んで動画を上げないといけないっていうのがなんかあるみたいです。まあ、それはですね、あくまでその動画の再生数を伸ばそうとか考えたときはですね、なんかそうやってジャンルを絞り込まないとですね、なんか Google の AI がですね、その人を投稿者として認知しないとかあって、まあ、それでですね、動画のおすすめとか関連動画に出てこないみたいなことになって、まあ、その見られないっていうのがあるみたいなんです。でもまあ自分の場合はそこまで見られなくてもいいかなって思ってるんでですね、まあ、そういうそのジャンルなんかにとらわれずにですね、まあ、自分がやりたいことをいろいろやっていこうかなと思って、まあ、動画投稿してます。いろいろ見てくれてる人はわかると思うんですけど、あの例えばその子供向けのお菓子の開封動画だったりとかですね、あとはまあ自分と同じぐらいの年とか、まあ、年配の人に向けたようなですねお散歩動画とか、まあ、そういうのがあってですね、まあ、その動画によってまあ編集のやり方とかも変えてですねやってるんですよ。まあ、中にはですね、もう本当完全に趣味みたいな、あの心霊写真鑑定とか、あれとか明らかに自分の趣味でやってるような動画でですね、もう前回上げた動画なんて、もう1ヶ月経つけど10回ぐらいしか再生されてないような、なんか動画なんかも上げてるんですけど、まあ、自分的にはああいう動画が、まあ、本来上げたい動画なんでですね、まあ、上げてるっていう感じなんですけど、それでですね、まあ、1年経つんですけど、まあ、チャンネル登録者数なんかもですね、まあ、ちょこちょこ増えてきてるんですよ。まあ、ちょこちょこ増えてるって言っても今現在80人ぐらいかないるんですけど、でこの80人なんですけど、なんか最近ちょっと思ってることがあってですね、あのそのチャンネル登録者数っていうもの、あれってですね、もしかしたらなんですけど Google の AI がですね、なんか意図的に増やしてるんじゃねえかってちょっと思うようになったんですよね。っていうのもですね、ここ半年ぐらいで急にチャンネル登録者数の数が増えてきてるんですよ。でも自分の上げてる最新の動画の再生回数っていうのはですね、もうその半年前と大して変わらない、まあ、大体1ヶ月の平均再生アベレージが40とか50、もうこれは変わってないんですよ。でもチャンネル登録者数だけは倍になってるっていう、なんかそういうのを考えると、これもしかしたらその数字だけがなんか改ざんされてるんじゃねえかとか、ちょっと疑ったりしてるんですよね。けどまあそれでもいいですよ、まあ、それでもっていうか、まあそうすることによってですね、あの動画を作るクリエイターのですねモチベーションが保たれるっていうのがあるんですよね。ずっと動画を上げ続けてもそのチャンネル登録者数が一人も増えなかったらですね、その動画投稿をやめてしまおうって思うかもしれないんですね、まあ、それだったらそのチャンネル登録者数っていう目に見える数字を嘘でもいいから増やしてやれば、まあ、ちょっとモチベーションが上がるんじゃないかっていう、まあ、そういうなんか裏事情みたいな感じでチャンネル登録者数って増えてるんじゃないかなって、まあ、最近思ったりしちゃいますけどね。まあ、それでもですね、まあ、チャンネル登録して見てくれてる方がまあ本当にいるんだったらありがたいなと思っております。あとはですね、そうだな、まあ、今後もですね、どんな動画を上げるかっていうと今まで通りなんですけど、やりたいことはあるんですよ、意外と。でもですね、どうしてもやっぱり動画を撮影するのを一人でやってるとですね、なかなか難しいことがあるんですよ。もう今もこうやって固定カメラの前で喋ってますけど、これちゃんと画角に自分が入ってるかどうかは確認できないんですよ。だからもしかしたら頭の上の方が切れてるんじゃないかとか、なんかそんな心配もしながら撮影してるんですけど、まあちょっとやっぱ一人でやるのには限界はあるんですよね、確かに。でもまあその中でやっぱできる限りのことを考えて動画を撮影していきたいなと思っております。まあそれでですね、まあ、今後とも自分のめいやめいやの動画を見てもらえたらありがたいです。というわけで今回はですね、動画投稿2周年を、まあ、記念してっていうか、まあ、2周年の節目に動画撮影をしてみました。まあこれからも
見てもらえたらありがたいです。それではまた。